どうもくまきょん音楽チャンネルです。本日は浅草キッドやっていくんですが、まず登場コードはこのようになっております。で、これビートたけしさんのバージョンだとカポ2で行っていきますが、あの映画の浅草キッドのバージョンだとカポなしの G でやっていきます。つまり本当の原曲の方でやりたいんだったらカポ2につけて同じように弾けば大丈夫ですよってことですね。ということでこれらのコードが出てきます。いつも通り簡単コードにさせていただいておりますが、初心者の方にとっては難しいはずです。一個ずつ覚える練習から始めていきましょう。覚える方法は一個ずつこうやって押さえて弾いていくという方法で、寝る前にやるといいですね。さあ、そして右手の動きです。右手はまず一番最初はダウンだけで、トンってボディ叩いてあげると歌いやすいんじゃないかなと思います。こういう感じですね。で、ちょっと盛り上げていこうってなった時はですね、この動きがいいです。これはターン、ターン、スタ、ターン、ターン、スタという風にやっています。ターン、ターン、スタ、ターン、ターン、スタ、ターン、ターン、スタ、ターン、ターン、スタ。そして僕はサビの方でお手本弾きでやってるんですが、これもおすすめです。ということで、ターン、ターン、つかつか、トン、ターン、つか、ターン、ターン、つかつか、トン、ターン、つか、という動きですね。はい、ということでこれらを参考にしていただき、こちらの曲をやっていただくといいんじゃないかなと思いますが、一番最初は難しいのですごくゆっくりやるといいです。お前と会ったぐらいゆっくりですね。ストロークもダウンだけ、ダウンストロークだけでやるといいですよということはここで伝えておきます。僕はオンラインレッスン等もやってますので、もっとギターが上手くなりたいっていう方はですね、連絡いただけますと幸いです。それでは最後にお手本弾きご覧いただきます。皆様のギター上達心から応援しています。それではお手本弾きどうぞ。お前と会った中店の見込みしかないクジラ屋で、夢を語ったチューハイの泡に弾けた約束は、明かりの消えた浅草のひとつのアパートで、同じ背広を初めて買って、同じ形の状態作り、同じ靴まで買う金はなく、ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。